YouTube をご覧の皆様、こんにちは。裏バンダイタローマルでございます。今回は愛車ハイラックスのテールランプを購入したので、紹介したいと思います。それでは動画をご覧くださいませ。どうも、こんにちは。私、ハイラックスっていう車に乗ってるんですけど、動画出してないんですけど、ちょっとたまにこういうのもいいかなと思って、ちょっと買ったっつーの動画を紹介する前に、最近こんな感じで釣りに行きました。ほんでハルマールっていう人にちょっと行こうぜって言われて行ったんですわ。だけど準備も何もしてなかったもんで、いきなりですよ、その日に行きませんかって言われて、分かった行くっていう感じで行ったんですよ。そしたらこんな感じでちょっとした滑落しました。転んだんですけどね、普通に。運動不足で、雪もあったんで、ちょっと転んじゃいました。で、終わってからラーメンとか食ったんですけど、詳しい動画は、はるまーるくんの動画、はるまーるの冒険とかっていうやつあるんで、ちょっと見てもらいたいなーなんて思ってます。こんな感じで、桜も咲いてて、5月の上旬だったんですけどね。いい感じでした。綺麗でしたね。で、こんな車も写真撮ってもらったんですけど、今回テールランプ買ったんで、後期タイプですか？純正のやつじゃないんすわ。これは、なぎさんにもらった、躍動感ある写真ですね。これも。こんな感じで、後期タイプ、純正タイプなんですよね。多分中華製だと思うんですけど、これ安かったっすね。16,800円っていう激安だったんで、これ、交換する前のテールになりますね。純正。これ、一応 LED か。LED ランプに全部交換してあります。ちょっと左ハイフラっぽいんですけど、これエンジンかけないでアクセサリーだけでちょっと大点灯させたから、ハイフラっぽくなったんだと思いますね。これバック入れると、右がねリアフォグなんですけど、リアフォグもLED にしてたんで、あんまちょっと明るくない感じですね。やっぱリアフォグはそのままのやつの方が、電球のやつが明るくて眩しいですね。これ送られてきてその場でもう開けちゃいました。これなんだっけ後期風の LED ランプになりますね。 LED ランプっつうのかな、テールランプ。なんか問題ねえかなとかってこうやってずっと見てたんですけど、何も問題なかったっすわ。でなんかどっか傷あったりとか、これハイラックスって入ってます。ちょっと荒探ししたんですけど、なんもなかったっすね。で、これほら、LED に全部変えてんですよ。一応ウィンカーはね、ステルスっていうやつにしてます。で、一応ね、養生テープ貼って、ネジ2箇所外すだけなんですけど、そんな5分とか10分ぐらいで多分終わっちゃうと思いますね。で、俺ほら分解とかそんなしないんで、車にも詳しくないし、なんかそんなほら本格的にいじってる人でもないんで、よくわかんないんですけど、このカプラーがなんかちょっと硬くなってましたね、俺のやつ。外し方がちょっとコツいりますね。ちゃんとポッチンとここ押せば多分取れるんですけど、ちょっとそこを理解するのにちょっと時間かかりました。で、なんかポン付けっすね、ほんとポン付けでハマる感じです。だからもう誰が車に詳しくない人にも簡単にはめれますね。これネジもこれ2箇所しか止まってないんで、あとはこの養生したテープ剥がしてもう終わりっていう簡単な作業でした。で、
右も同じっすね。多分左よりは時間かからなかったですね。右の方も簡単に外れましたね。一回左外してるんで、カプランもすぐパコッと外れました。まあ所要時間、まあ30分はかかんないですね。多分20分ぐらいで多分終わったと思います。うん。でこれ最初のその後期タイプのテール、なぜかウィンカーだけがね電球だったんですよ。だから元の純正のテールランプにはめてた LED ウィンカー外してこっちの方にまたはめました。だから全部 LED になりましたね。だから右の方ね、ステルスのカバー外れちゃってウィンカーちょっと黄色く見えちゃってるんですけど、まあ直さないでそのままはめちゃいましたね。これ一応左はステルスウィンカーになってますね。これほら一応ねシリコンかなんかでやった方がいいかもしれない、コーキングってやつ俺やんなかったんですけど、右はウィンカーはほら黄色く見えてますね。これ後で直しました。右のウィンカーの方が若干やっぱステルスのカバー外れてたんで明るくなってバッコンになってます。これこの後直してます。もうカバーはめたんで、ということでいい感じになりました。これバックランプはダブルになってます。リアホームがその代わりなくなってます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。やっぱ前期より後期のテールちょっとやっぱ見慣れてないせいかちょっといい感じでかっこよく仕上がったと思います。またなんかこのハイラックスカスタムしたら動画で紹介したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。